はい、では2番目の出演者を紹介いたします。ニケ12、よろしいですか。お二人はね、ご兄弟だそうです。ご兄弟だから中学生ぐらいの時からずっとお二人でギターやってるんですかって言ったら、いやそんなことないよ、最近だよってことですけど、はい、いつ頃からですか。4、5年ぐらい。あ、4、5年ですね。5年ぐらい前からかな。はい、でもいいですよね。はい、では息の合ったご兄弟のねギターのデュオをお楽しみください。じゃあ1曲目はジョン・レノンでイマジン。それではイマジンをお聴きください。続きまして、次は
いい日旅立ち。ギターの三重奏曲だったんですね。それを我々二人ですんで二重奏曲に直したんですけど、その時にどういうふうにやったかっていうと、三重奏 の, セカンドギターとサードギターを二重奏のセカンドギターに詰め込んだというか、よく言えばいいとこ取りしたつもりなんですけどね。でパソコンでソフトもありますんで自動演奏させてみても、そんなに悪くはなかったんですけど、やってみて気がつきました。それは何かっていうと、同じ曲でもですね、セカンドギターとサードギターってリズムが違うんですね、持ってるリズムがね。でそれを一つのセカンドギターのパートに詰め込んだもんですからね、ちょっとやってみたら非常に弾きにくいというか曲になりまして、もしかしたらこの曲ちょっと出来が悪いかもしれませんけども我慢してお聴きください。
飽きるようになったんですけど、今の曲も実は4分30秒ぐらいありました。でこれから最後の曲になりますから、これもちょっと4分超える曲です。雨に願いをっていう曲なんですけど、なんかどっかで聞いたことがあるようなないような題名なんですね。星に願いをじゃないし、雨に歌えばでもないんです。雨に願いをです。で昔芦田愛菜ちゃんの主演のですね、ビューティフルレインっていうドラマがあったそうなんですよ。私見たことないんですけど、でその時の、まあ、主題歌というかテーマ曲がこれなんですね。で YouTube でどんなもんかなと思って聞いてみたら、芦田愛菜ちゃん歌ってるのがありましたけど、まあ聞いてみる限り上手いも下手もなくて、その子供子供してるなというのがあれですね、まあ、聞いた感じですけど、この曲カバーした他の人もあるんですが、やっぱりみんな子供なんですね、カバーしてるのが。だからあんまりこの曲がどんな曲というかイメージかっていうのはちょっとね、イメージができにくかったんですけど、まあこの曲を選んで編曲した人もなかなか大したもんだなと思うんですけど、よくこの曲をね探してきたなというか選んだなと思うんですけど、まあ芦田愛菜ちゃんが小さな頃ね歌ってるぐらいですから、非常に分かりやすいシンプルなメロディーで綺麗な曲ですので、どうぞ聴いてみてください。では雨に願い。Thank you.
はい、ありがとうございました。ここですので窓を5分間開けますのでよろしくお願いします。